この車はですね、日本には導入されないディーゼルモデル 220i なんですけれども、ね、入ればいいのにねと思うんですけれども、まあまあいろんな事情があるんでしょう。こうやって見るとこのグレーのボディカラーとそれからシルバーのトリムがとっても綺麗です。で、またですね、こちらも印象的なのはやっぱりリアビューで、このリアコンビライトがね、ボディの真ん中にまでこうブーッとこう回り込んでいて、とってもね、デザインライクというか、スタイリッシュ、ね、ダイナミックなデザインに見えます。はい、でこっちも18インチのタイヤ履いてますね。はい、あれこれ M のバッジついてる、なんでだ、あ、そっか、こっちもあの M パフォーマンスモデルなんですね。そっかそっか、ちょっとスペック説明をまだ聞いてないのでごめんなさい。でこんな感じで非常に存在感のある車に仕上がっています。ちょっといろんなバリエーションあるみたいですね。あのキドニーグリルのところがシルバーの分のものと、それからこうブラックパッケージみたいになっているものとありますね。結構汚いな。うん、イケメンですよ、なかなか。こっちのシルバートリムの方がこのボディカラーには合ってるかなっていう感じはしますね。まあ、ちなみに本国にはディーゼルモデルもあるんですけれども、それ日本導入の予定はないということで、日本導入予定のガソリンモデルを中心にお届けしたいなと思っています。まあ、乗れたらね、あのディーゼルの方もレポートしたいと思います。
今ですね、日本には未導入の 220D ですね、ディーゼルエンジンの2リッターのね、ディーゼルエンジンが搭載されているモデルに乗ってきたんですけれども、ごめんなさい、ちょっと試乗シーンがね、撮れなかったんですが、これはこれでものすごくジェントルで、この2リッターのディーゼルエンジンってもうすでにね、日本でも売られている、3シリーズなんかにも導入されているものではありますけれども、改めていいエンジンだなというふうに思いました。ただですね、まあこれも M パッケージというか、M パフォーマンスのエアローだったりとか、それからホイールもね、タイヤホイールも18インチの大きいものが乗っているので、まあ、日本に導入される予定の 218i ですね。のグランクーペ。これの、その素のフィールっていうのはね、ちょっとまだわからないなというのが正直なところです。ちょっとこのね、パッケージに対しては18インチちょっと大きいので、当たりもちょっと強めですし、硬い振動を感じたので、218i が、218i グランクーペが、どんな感じのフィールになるのか、そこは私もちょっと楽しみにしたいなというふうに思ってます。ただ本当にね、この220D も思ったんですけれども、フレームのね、剛性がすごく高いので、ハンドリングに対しての反応もすごくいいですし、またですね、足周りが本当にバタつかないので、後席の居住性も良かったです。だからエンジンがちっちゃくてもね、頼りがいがあるというか、ちょっと走りの楽しいね、モデルになってるんじゃないかなというふうに感じました。アーキテクチャは1シリーズと全く同じですけれども、かなりのね、ブラッシュアップであったりとか、細部のランニングチェンジも行われているということ、それから剛性もね、少し上げられているのと、そもそも M のつくものはですね、サスペンションが、違うものが使われているんだそうです。そういうところも手伝ってですね、1年前に出た1シリーズも私、ミュンヘンで乗らせていただいたんですけれども、それよりもね、うんとファインジェントルマン、すごいいい大人になったなっていう印象を受けました。ですので皆さんもぜひね、この2シリーズのグランクーペ期待していただきたいと思います。それでは励みになりますので、チャンネル登録で、そして高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。